皆さん一度はこんなこと経験したことありませんかね。友達とか好きな人とかと普通に話してて、話し終わった後とかにふと我に返って、うわあの時の発言大丈夫だったから嫌われてないかなみたいな。普通のメンタル持ってる人だったら一回やったことあると思うんですよ、一人反省会。だって普通は嫌われる行動とか発言避けていきたいじゃないですか。だからこういう一人反省会で人は成長していくんですね。ということで本日やってくれますね、身近に絶対一人がいる嫌われ者自覚しやがれ10戦連発。この方々だったらボコボコに言ってもいいんじゃねっていう。今まで名前の偏見とかクラスに一人 LH とか、まあその他諸々やってきましたけど、やっぱり面白くするためにある程度ガンガン言おうとは思うんですけど、僕の中にあるほんの少しの善意がちょっと邪魔をするんですよやっぱり。でもなんかみんなもそもそも嫌ってる人だったらガンガン言っていいんじゃねっていう。もうひらめいたよねこれやって。今回はもう今までにない素晴らしいストレス発散ができるんじゃないかなって思ってますわ。ということで早速一人目いきましょう。街中でイチャつくカップ、もうこんな読み上げただけですごい肌だぞ。お前らだよお前ら。多分皆さん一度見たことあると思うんですよ、もう角にイチャつくカップたちね。まず言いたいのが、もう人前でイチャつく意味がわからない。家でイチャつけよって話なんですよ普通にね。そんで家でイチャついてるんだとしたら、わざわざ外でイチャつかんでよくねみたいな。だから人前でイチャつくやつらってもう性欲を理性で抑えられてない猿なんですよ。人間が一番進化してる理性っていうところがもう進化しないの。そもそも誰がお前らがイチャついてるところ見たいのって話なんですよ。吉沢亮と橋本環奈みたいな美男美女がつけててイチャイチャしてるだったら見たいですよ。でもこういうことしてるやつらって全員なんかそこまでな顔じゃないですか。あとやっぱイチャつくにも度合いがあると思うんですけど、まあハグくらいだったら許そう。やっぱり久々会ったとか感情が高ぶったとかでハグくらいはしちゃうかもしれないですからね。でも人前でキスまでしだしたらもうそれはさすがに痛い。なんかもう見てるこっちもちょっと恥ずかしくなるんだよね、共感性周知的な。そういうのなんで見たこっちがちょっと気使わんといけんのみたいな時あるじゃないですか。あーなんかキスしてるわ、ちょっと見てないふりしてあげようみたいな。なんでこっちが気使わんとあかんねん。ただまあこういうことしてるやつらはまあ普通に中高生くらいかなって思うじゃないですか。でも意外と中年のおじさんおばさんが多くて怖い。知らんおじさんたちのイチャイチャなんてなおなお見たくない。まあ学生時代とかにねうまく青春が過ごせなかったから今になってぶり返してるんでしょうね。そんでこれ僕が一番悔しいと思ってるとこなんですけど、羨ましいっていう感情は一切ないの。もう純粋な怒りなのに、あいつら羨ましがっててクサとか嫉妬してやがるとか思うじゃないですか。それが一番俺腹立つんだよね。マジで嫉妬してないからね、なんかもうカブトムシの交尾を見てうってなってるようなそんな感情だから、どうせ別れるんだから調子乗んなよってことで続いてまいりましょう。勘違い美人こいつらカッコ笑ですよ、カッコ笑。もう笑けてくる。美人じゃないっていうのはもう全然いいんですよ、そんなん関係ない関係ない。自分を美人だって勘違いしたお高く止まった態度が気に入らんのじゃ。なんでこの子たちが勘違いしちゃったのかなっていうとこなんですけど、出会い系サイトでもらったいいねとか体目当てに近づいてくる男どもね、こいつらのせいでモテてるって勘違いしてもうめちゃくちゃ自己肯定感が高いんですよ。いいことですよ自己肯定感が高いってね。でもこれはもはや傲慢。女の子の場合は特に出会い系サイトでいいねが来るのも当たり前なんやから、そもそもリアルでモテるやつは出会い系サイトなんか登録せんからな。あとこの子たちの腹立つポイントですけども、男がおごるのが当たり前だと思ってる。いや別に全然いいよそういう風に思っててもね。でもこいつらは全面的に態度に出す。私みたいな可愛い女の子におごるの当たり前でしょみたいなスタンスが気に入らん。あとこういう勘違いしてる子あるあるなんですけども、全身ハイブラで見栄えをすぐ気にします。自分も全身ハイブラでガッチガチだし、相手の男性もハイブラを身にまとってるかとかをめっちゃ気にする。別にハイブラが悪いわけじゃないですけど、この子たちに関しては本当は自信がないっていうのが出ちゃってるよね。まあでもこの子たちもどっちかっていうと被害者ですから。出会い系でめっちゃいいねが来たりとか、体目的の男が寄ってきたりとか、それで自分がモテてる可愛いって勘違いしちゃった被害者ですから。チャラ男が生んだ令和のモンスターです。早めに駆除の方お願いしますってことで続いてまいりましょう。雨大事な日に降って前髪を終わらせます。もはや人じゃない自然現象。でもやっぱ雨ってデートの日とか久々外に出る日とかに限って降ってくるじゃないですか。そういうとこ空気読めないなって思いますけどね。ということで続いてまいりましょう。先生の恥。学校に一人はいるマジで人間性終わってる先生です。え待って、こんなやつでも教員免許取れるんだってマジで思うよね。もうパワハラまがいのことしてくるもんね、もはや虐待。そんでこの人たちの嫌なとこがもう機嫌によって生徒への態度変わるでしょ。機嫌がいい時とかはもう宿題忘れても許してくれたりするんですけど、機嫌が悪い時に宿題忘れたりしたらもう終わりだよね。友達とか好きな人とかもうみんなの前で大説教ですよ。しかもなんかもう歩いてる姿だけで機嫌がいいかどうか分かっちゃうみたいな。教室に入ってきた瞬間、うわこいつ機嫌悪いな今日みたいな。生徒の方が機嫌良くしてあげようみたいな感じで気使っちゃうみたいな。先生の恥です、いや人間の恥です。そんだよこいつらもなんかもう生徒を怒る自分かっこいいと思ってんじゃないみたいな。機嫌悪い時のストレス発散にしてないみたいな。確かに間違ったことをしちゃった時に叱るのは大事、必要、重要。でもなんかこいつらに関してはもう怒ってストレス発散してるだけじゃねみたいな。今の俺と一緒です。嫌われてる人の特徴紹介してストレス発散してる。そんでこいつらマジでなんで先生になろうと思った。そんな風に聞きたくなるぐらい生徒が嫌いだよね。とりあえず教員免許取ったから一応先生にでも納得かみたいな感じだろ。先生になるなら立派な志持って今回早く辞めちゃってくださいってことで続いてまいりましょう。アンチの、まあ今の SNS 時代の中にうじゃうじゃ湧いてるゴミたちです。この人たちはもう基本的にとても頭が弱いです。まあ小学生とかに頭が弱い年齢が多いっていうのもあるけど、にしても頭が弱い。冗談とか何も通じても SNS リテラシー皆無。そのくせになんか頭いぶったことを言うのが得意なのよ。どっかのコメ欄でいいねがたくさんついてるようなコメントを引用してきて、自分が言った頭のいいコメントのようにするのが得意ですね。頭が弱いって自覚してないね。
そんでアンチする時って人間基本的にマイナスな感情じゃないですか。怒りとか妬みとか嫉妬とかね。そんな感情になるぐらいだったらやめればええやんって思う人もたくさんいると思います。だがしかしこいつらはやめない。なぜかというとリアルでは友達も恋人もハラスメントもいないから。SNS でアンチして構ってもらうしかないから。それで最近多いなって思うアンチというかまあ頭の弱いキッズが言うことなんですけど、歌とか動画とか何でもそうなんですけどもすぐにパクリ扱いするよね。例えばめっちゃバズってる歌があったらなんかこれ誰々の曲に似てねみたいな。これプロセカの曲のパクリじゃないみたいな。歌も動画もこんだけたくさんあるんだから似たようなやつが一つぐらいできるだろバカか。そんでたまに活動者の中にアンチにも感謝してますっていう人いるじゃないですか。あれは基本社交辞令みたいなもんで感謝なんかありませんから。気持ち悪いよなら見んなよみたいな感じで思ってますからね。どうせ見るなら登録だけはしといてくれってことで続いていきましょう。自称陽キャ。こいつらはもう大した説明いらないんでしょうからもうパパッといっちゃいましょう。まあまずこいつらがどんなやつかっていうとまあ陽キャの周りをついて回る金魚の糞です。陽キャグループの端の方でへへみたいな愛想笑いだけしてるよねやつらです。そんで日課は陽キャのご機嫌を取ることです。でもそんな感じのことしかできないイキリのくせに2軍以下を見下してます。自分を1軍陽キャだって勘違いしてる。そこが腹立つポイント。そのくせ半分けとかで陽キャグループからあぶれたら2軍とか3軍の方にへへっつってすり寄ってきますからね。あとこいつらはなんかもう騒げば陽キャだと思ってて立ちが悪い。誰かが騒いでたらうるせえって思ってそっちの方注目するじゃないですか。そしたらこいつら調子乗ってうわ注目されてる俺って人気者だってなっちゃうんですよ。お前うるせえから見られてるだけだからな。でもたまに陽キャからも見放されてくさ。陽キャの方行こうとしたらいやお前はついてくんだみたいな言われててくさ。自分の部をわきまえて謙虚な態度で学校生活過ごさんかい。かわいそうですね。ってことで続いてまいりましょう。歩きスマホ。腹立つからギリギリまで避けません。たまに前から完全にこっちに気づいてね歩きスマホしてるおっさんが来るんですよ。こいつ絶対見えてねえだろうなって思ってギリギリまで避けません。でギリギリになって避けてあげるんですけどあっちもちょっとうおーってなるみたいな。そうやってちょっとずつ反省しなさい。ということで続いてまいりましょう。計算型ぶりっ子。皆さんお察しの通りこいつら本当はめちゃくちゃ腹黒いです。男子の前では自称天然おバカキャラです。男子の前だけってのが腹立つんだよね。いいよ天然おバカキャラをするのはいいよ。でも女子の前でも貫こうやん。そこんとこプロ意識足りてないんじゃないのって。まあでもそれでも男子はこういう子に対してニヤニヤしたりするからそれが腹立つね。またね。そんでこの子たちの趣味は人の彼氏や好きな人を奪うことです。この子に対して好きな人の相談とかするじゃないですか。そしたらその好きな人に対して DM 送ったりしてますからね。人のものを奪うのが快感なんだろうね。それ以外だと普通にイケメン受けとかに媚び売ってます。でこの子腹黒いなって思うとこなんですけども、自分だけ漏れた写真を SNS にアップ。ストーリー上げたりするときに許可なんて取りませんから。自分だけ漏れた写真、なんなら自分だけ加工された写真を普通にアップします。それで表ではあざとい天然キャラを貫いてるんですけど、裏ではもうめちゃくちゃ悪口言ってます。多分裏が3つぐらいあってもうめちゃくちゃぐちぐち言ってます。大丈夫疲れてないってことで続いてまいりましょう。空気読めよ。え、なんでお前そんな空気読めないのっていうもうメンタルバグったやつです。まあどっちかというと男子に多いのかなっていう印象なんですけど、まあ先生がキレそうなのに騒ぎ続けます。なんかあるじゃないですか、生徒が騒いでても先生がちょっと冗談っぽく怒って許してくれるみたいな。でもそれをもう全然怒ってないっていう風に勘違いして騒ぎ続けるみたいな。でも周りのみんながもう先生の顔見ろよそろそろ切れるって思ったら先生ガーン。ほんと人の顔色が伺えないというか無神経というかもうたまに羨ましいぐらいになるもんね。それでこういうやつは平気で女子に生理とか聞きます。元気がない女子とかに対して生理受けるとか言いますからね。他にもね、例えば異性と話してる人たちを見ただけでカップル扱いしてきます。お前らめっちゃ仲いいじゃん付き合ってんのウェーみたいな。黙れよお前はな、クソガキがよ。こいつは絶対好きな人とかに対して意地悪するタイプですわ。あとはまあ好きな人の前で暴露とか悪口を言ったりします。好きな人がいる場所だったらできるだけいい自分を見せたいじゃないですか。でもこいつは空気を読まずに好きな人がいるやつの暴露とか悪口を言うんですよ。面白いと思ってんのお前だけだからな、周りがん引き。たまには人の気持ちを考えてください。ということで続いてまいりましょう。プライバシー侵害。堂々とスマホを覗く変態野郎。なんだろうな、電車とかバスに乗って隣に来た人がめっちゃスマホの中見てくるみたいな。たまたま目に入るとかは全然あるよ。でももう堂々と見てくるみたいな。別にやましいもの見てるわけじゃないけど気持ち悪って。見たいにしてももうちょっと上手に見ようみたいな。ほんと気持ち悪いですよね。ってことで続いてまいりましょう。お持ち帰り中。こいつはもう本当に性欲丸見えで気持ち悪いなって思うようなやつなんですけど、男女で飲むような機会があった時にもう友情よりも性欲を取ります。全然いいんですよ、性欲があるっていうのはいいことだと思ってますからね。でもなんか友達を蹴落としてでもその子を持ち帰ろうとする性欲が気持ち悪いなって思う時があるんですよ。目の前にいる女の子も大事よ、でも長年付き合った友達の方が大事やろがいって。綺麗事を言うつもりはないんですよ、そういう男子のノリ好きだからね。でもここまで来るとちょっと気持ち悪いなと思うノリじゃねえなと。だからこいつらは本当に場合によっては引くくらい場を乱すんですよ。みんなで盛り上がろうぜってしてる時とかにもターゲットの子を連れ帰ろう連れ帰ろうってしてるみたいな。その子になんか知らんけどちょっとお金渡してるみたいな。ここまで露骨な性欲は気持ち悪いね。それでこいつらはイケメンじゃないくせに美女を狙います。自分と同等以上の子を狙います。そこがこいつバカだなって思うんですけど、まあ女の子もバカじゃありませんから。
女の子はこいつを選ばないんですよ。そしたらこいつはどう出るか、もう見境がなくなります。性別女子だったら誰でもいいって思い始めます。本当に気持ち悪いよね。でもこういう積極的なやつはね、お持ち帰りはできるんですよ。お持ち帰りはできるんだけど、友達は失うよね。あとお持ち帰りできたとしても、その子とも長く続かん。いつか本当の恋を知ろうねってことで続いてまいりましょう。存在が迷惑。別にもう知り合いとか知り合いじゃないとか関係ない。もうそこに存在してるだけで迷惑。例えばなんですけども、狭い道を騒ぎながら広がって歩いてるやつらとかね。ここは俺たちの道だぜみたいな感じで広がって歩いてるやつら。マジで邪魔やから、お前らの道じゃないから。他にもね、電車とかお店の中を自分の家だと勘違いします。電車の地べたに座ったり、荷物を席の方にバンって置いたり、あとお店でギャーギャー騒いだり、店員さんにめちゃくちゃな態度取ったり。こいつらに善良な心はなくなったんかっていう、もうシンプルな疑問が生まれたから考えました。なんでこんなことするんだろうって。そしたらまあ多分こいつらはその迷惑かけてる自分かっこいいって思ってるんだろうなって。ギャーギャー騒いだり迷惑かけてる俺普通と違ってかっこいいって思ってるんだろう。でももうみんなからバレてるぞ。本当は構ってほしいだけの寂しがりなんだろう。こうやって迷惑をかけないと構ってもらえないからそうやっちゃうんだろう。お前も辛いよな。こんなことする以外の方法を頑張って見つけていこうなってことでついていきましょう。最後ですね、最後、朝のアラーム音設定したよ。でもうるせえよ。ということで身近にいる嫌われてる奴ら13連発でした。まあ、なんだかんで言ったんですけど、まあ、嫌われてる奴も世界には必要ですから。めちゃくちゃ嫌われてる虫とかゴキブリとかね、あいつらもちゃんと世界の何かしらの役に立ってるから。そんで最後にこれだけはちょっと言っときたいなってことがあるんですけど、時には嫌われる勇気も必要だよって。うん、でも迷惑をかけない努力はしようねって。誰からも嫌われないようにしようってしたら、やりたいことやれなくなっちゃいますからね。たまには嫌われる勇気を出していこうぜっていう教育的。でも僕は誰からも嫌われたくない小心者なんで、最後に謝ります。本当にごめんなさい。